コペルニクス C4 の i コンセプト。テイディクススは CCC と TCC を結ぶ衛星回線である。テイディクススはアメリカ海軍において水平線外における索敵標的に関する情報を陸上から艦隊に伝達するための情報システム。テイディクススは1970年代後半より開発され、1980年代中盤より運用を開始した。 これは、乗車艇のトマホーク巡航ミサイルの艦隊配備に伴い水平線外における策的、標的能力をトマホーク搭載の戦闘艦に付与する必要性が生じたことによるものであった。トマホーク武器システムの主要なリンクとして、双方向通信により即的データを共有するテイリックス A と地上司令部から艦隊に情報資料を配信するテイリックス B の2タイプが、 配備されたその後、1990年に、ジェリー・オータトル・提督が提唱したコペルニクス C4i コンセプトにより、テイディクススは、さらに重要な役割を担うこととなった。コペルニクス C4i コンセプトとは、洋上の作戦指揮官及びその任務軍司令書を、全軍事活動の中核と定義し、ここに、作戦支援、情報支援の両系列の C4i システムを、 集中させるというものであるが、この時、テイディクススは、地上司令部から、TFCC に対するインテル回線として使用される、こととなったのである。現在、テイディクスス B は、IBS に統合されている一方、テイディクススは、既存のアッチックスなどを代替する、総合的な通信システムとなる計画である。更新には、レインフォームと呼ばれる形式のメッセージ、テレタイプ、あるいは、 ひと音声通話を使用する。オプス系列の同種システムとして、戦闘軍内外の指揮、統制に使用される、アッチックスと共に配備されることが多い。多くの場合、フラザトコムなど、極超短波帯の衛星通信を使用しており、WSC-3 などのダマ端末、ON-143 衛星リンク端末、KG-84A 暗号機などによって、運用される。 また、テイディクススの潜水看板として、シュックスがある。ありがとうございます。